どうしましたか？私ね、休校になってから、外に出れないわけですよ。そうね。どうした？家つまんないなと。そうね。思ってしまって。つまんない。家は狭いっす。汚いっす。なんかそんな失礼じゃない？汚いっすって。綺麗になったじゃん、しほちゃんの部屋。リビングは？リビングも そこまで汚くなくない？リビングの部屋は？リビングは汚い。もう別にリビングの部屋入ることないじゃん、しーちゃん。どうした急に？あのね、つまんないわけですよ。え？つまんないわけです。つまんないの？そうだね。外に出てさ、友達とさ、鬼ごっこしたりさ、それが私の楽しみだった。まだ4日？いや、5日？今日はちょうど5日目なんですね。5日しか経ってないんだよ。もうやばくない？うんとさ、もうまだ2分の1も言ってないっていうのに。3分の、あ、じゃあ4分の1かな、また。マジでさ。やばいな。最近さ、なんかさ、さっきも映画見たじゃん。でも映画とかさ、漫画とかさ、ゆっくり見れるようになったじゃん。でもさ、あの見た映画がさ、あの青春のやつで、学校になったの。そうだね。あれ高校生でしょ。高校生だけど、やっぱめっちゃ楽しそうだった。まあね、面白かったよ。ねえ、ちょっとね、コロナといってもね、友達と会えないなんてね。まあ、あとでもほら、一応さ、うちは一応15日までだから、その後学校にはなんとか行けるじゃん。でも学校に来た私。他の学校の人はさ、もう春休みいっぱいずっとお休みで、始業式だけ、あ、じゃあ終了式だけ行くような、1日しか行けないらしいよ。だからまだしほちゃんは、でもね、その1週間も1日卒業式で在校生お休みだし、金曜日はもともと祝日でお休みだから、まあ2回か3回しか行かないと思うんだけど、でもとりあえず行くことは行く。みんなに会えるよ。ね。じゃあお出かけできる？お出かけはだって平日だからね、普通の。いつもしてないじゃん。でダンスも火曜日から始まります。また。あ、そうなの？ダンスもあるよ。ダンスもお休み解除されるので、17日からダンスも始まるし、あ、ちょうどダンスの日卒業式だからね。卒業式でお休みだね。あ、そうなの？大コースお休みでしょ、卒業式。火曜日だったよね、卒業式。そっか、多分ね、多分だけど、まだ分かんないからね。あと1週間で何が起こるか分かんないし、ね、今んとこの予定だけどね。ね、卒業式出たかった。そうだね、初めてだったもんね、出るのね。初めてでさ、あのさ、歌とか歌いたいんだよね、しゅーちゃんはね。歌いたくないんだけど。歌歌いたいんじゃなかった？練習さ、したかったんじゃないの、歌の。いや、したくない。したくないの？正直、ただ卒業式見てればいい、それで。で、知ってる6年生を見てね、卒業かーって、卒業か、寂しいなーってって思って終わり、終わりたいの。歌とか正直どうでもいい。あ、そっかそっか。うん、ちょんちゃまあね。でさ、うん、私ね、なんか一つね、なんで卒業式じゃないかって言うとね、卒業式、制服か、なんだっけ、え、袴か、そう、袴、あ、自分が卒業、あ、そういうの見たいってこと？先輩たちが何を着て卒業式に出てるかを見たいってこと？そう。でさ、私さ、どっちかで袴着たい派なの。でもさ、ダメな学校あるんでしょ、だから、うちの学校はどうかなと思って。でもそんなの先生に聞けば一発でわかるんじゃん。わざ
察してさ、知ろうとしなくてもさ担任の先生にうちの学校袴いいんですかって一言聞けばすぐ終わると思うよ確かにでも袴着たいよね。着たい。うん、でもなんかね、学校によって本当ママも全然どうなのか関心が今までなかったからわかんないんだけど、うん、まあ袴ダメなところもあるし、うん、中学校の制服で卒業式出るところもあるみたいだし、まあいろいろあるみたいなんだよね。だ普通に卒服っていう呼ばれてるものをね着ればいいのかどうかもまだわかんないし、まあ今度ね聞いてみればいいけどね。まあ、あんまりまだまだ先と思って全然関心がなかったからわかんないけど。もうちはあと2なんだよ。うん、そうだよ。まだだよ。まだ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 4年生なんですけど、6年生、5年生になってさ、うん、来年6年生でもう卒業だってならいいけど、まだ4年生ですからね、あなた。あ、早く高校生になりたいって思ってるもん。まだ言ってるよ。練習したいなって。高校生ってさ、高校選べるんでしょ。選べるって言ったって頭の悪い人はどこも行けないかもしれない。テストを受けないと入れないんだよ高校は。あ、そう。入試を受けないと。そっか、受験か。そうだよ、受験しないといけないんだから、ね、ああ受験か。うん、さあそんな頭のいい学校じゃなくていいね私。ああ悪い学校で。そうなの。だって頭のいい学校だと堅苦しそうじゃん。そんなことない、そこまで頭のいい学校行かないでしょうよ程よいとこでいいんじゃない別に。だから別にさ、平均な学校がいい今みたいな。まあさ、ちょっと先のこと考えすぎ。まだ小4なんだからさ高校生になる話とかさ今されてもママもさ大学まだまだ先だよって。高校生なんてだって5、6、1、2、3、 5年と過ごした後だよ、しほちゃん、うん、そうだね。しほちゃんの5年前っていくつ？5歳。年長さんでしょ幼稚園のその頃のさ時にさ小4の話なんてしてないでしょ。してない。もうガラッと変わるんだから。5年後しーちゃんがそんもう高校生になりたくないとか言ってるかもしれないよ。うん、わかんないけど。まあいいよそういう話はね。なんだよ。はい、学校行けなくてマジでイライラするんだけど。何何？学校行けなくてマジでイライラするんだけど。まあね、あなたは本当学校大好きだからね。学校でみんなと鬼ごっこが一番楽しかった。ドッジボールより鬼ごっこが一番楽しいそうなんだ。 S 剣より絶対鬼ごっこがいい。いいのね。みんなで遊んじゃうとさ、やっぱりこう何のために休校してるんだってなっちゃうからね。みんなと遊ぶことも今はね控えなきゃいけないし、やっぱ基本ね不要不急の外出はしちゃいけないっていう風に言われてるから。絶対太るよねって校長先生のさ確かに案内っていうか、聞いてマジで思った。そうね、だから救世主を買ったじゃんあれこれじゃじゃーん、ここにまだあるんですけど、ういーユーのこれ、あカラオケもそうだけど、このピットね、これ480円ぐらいだっけ、500円未満だったよね、めっちゃ安かったです。でこれちょっと今電池があれで裏返しになってるんですけど、これバランスコードこれね、これで運動しようって。ちょっと大丈夫？もうストレスマックスですね。だってさ、もういつかこれと運動するのさ学校用鬼ごっこは違うの。楽しくない。分かってるよ、分かってるけどさ。分かってるけど、でもとりあえずは運動できるように、なんかこういうのをちょっと安かったから買ってみようかってこと。家の中でも遊べるように。つまんないそういうこと言わないでくれる？だったら漫画読んでる方が楽しい。おお、でもほら体少し動かさないと。縄跳び飛んだもん。縄跳びはちょっと飛んだけどさ、ちょっとだけじゃん、うん、日頃の運動量に比べれば全然だからさ、うん、ね、これやると、これで少し運動してようよ。フィットネス
ママもやるじゃん。そうね、みんなで、リミも3人で。いや。ね。学校行きたい。学校行きたい。もうちょっとだね。学校行きたい。まあ、日に日にね、しほちゃんがね、元気がなくなっていくんですよ。月、火、水、木、金って5日間経ちまして、5日目だね、学校がお休みになって。うんうん、なんかもう、やっぱ毎日ね、同じような生活になっちゃうから、どうしても。うんうん、ね、なるべく工夫してと思ってるけど。うんうん、思ってないでしょ。思ってるわ。思ってるけど、でもね、でも最初はしほちゃんもね、部屋綺麗にやったし、漫画も読めるし、漫画読める、テレビもね、見れるし、見れる良かったのかもしれないけど、やっぱだん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 ね、物足りなくなるよね。うん、つまんない。私には何かが今不足してるみたいなね、うん、充実感がないよね、やっぱね、こういう生活はね。ないね。なんかカービィしかなんか見なくなっちゃった。カービィに目が行くんだけど、そう思ってると。カービィ。はい。私の今の楽しみ聞く？うん。何？私はお小遣いでカナロのグッズ買ったの。ああ、そう。メルカリで。うん。届くのが待ち遠しい。あ、でも今日届くかもよ。昨日発送しましたって連絡来てたから。今日届くかもしれない。でもそれしか楽しみよ。怖い。そんなことないよ。ね？せっかくさ。うん。冬休み。冬休みからね、うん。春休みのこと考えてたんだよ。まあね。あ、新学期。クラス替えだ。私何組だろう。ワクワクとかさ。うん。そういうの思ってたわけ。3月になってこれだよ。うん。ありえない。本当。でもまだしほちゃんは4年生だから、うん、クラス替えはあってもみんなと離れ離れになるわけじゃないじゃん。いや離れ離れになるじゃん。クラス違っても別に会おうと思えば隣のクラス行ったりできるじゃん。一緒に帰ろうとか言ったり。確かに。6年生はさ、やっぱ違う、それぞれ違う中学校に行ったり、全員が全員同じ中学校に行くわけじゃないし、もう小学校っていうさ、教室で過ごすことがないんだよ。かわいそうだよね、もう椅子に座れないんだよ。卒業生かわいそうじゃない。だから卒業生が本当一番かわいそうだよね。急に休みになって、うんうん、ね、だって青春をさ今ちょうどいい時なの。ね、でもまあ卒業式がなんか卒業式が中止になるってことはそこまでないのかなっていう、あの小学校とかね、一応周りもみんな卒業式はやるよっていう感じなので、ただまあ縮小されて子供と保護者だけっていうね感じになるかなっていう、まあこの先どうなるかまだ分かんないけど、もしかしたらね、もう自分たちの住んでる市とかにも感染者とかが出ちゃったら保護者も出れなくなっちゃうかもしれないしね、その辺は分かんないけど、まあとりあえずね、もうあと1週間頑張ろう、しょうちゃん。もう日に日にね、もうね、ぐだーっとね落ち込んでんですよ、しょうちゃん。もうほんとストレスがピークみたいな感じですね。ストレスが。昨日の夜ね、友達とね、うん、友達に電話しようと思って、うん、ちょっと久しぶりに声聞きたくなって。うん、でもしてないよ。うん、漢字のドリル借りようと思ってさ。ああ、そっかそっか。その用事でさ、電話しようとさ考えてたの。うん、でもさ、で電話ぐらいしたら LINE すればいいじゃん。電話がいい。電話がいいんだ。声が聞きた。うん、声ぐらいいいんじゃない。会うわけじゃないし、出歩くわけじゃないし。え、でも会社いる借りたい。あ、そっか。取りに行きた。うん、もしなくしてない、なくしたりしなけ、してなければ。あ、その子が、私みたいに。あ、3年生の。え、4年生の2学期。あ、4年生の2学期、うん、本当にないの？本当にない。うん、多分なんでないんだろうね。冬休みのしおりがないの。なんかそれと先生なんだと思う。捨てちゃったのか。バカだな。バカだな。あ、
2学期のね、うん、計算ドリルもなくて。うそ。じゃあ2学期のものは全部捨てちゃったっぽいな。捨てちゃったっぽい。1学期はあるの？1学期もある。うん。1学期と3年生でもあるの。うーん。なぜか2学期だけ抜けてる。そうだね。しょうがないね。漫画読むかな。結局漫画読むんじゃん。ね、今キュンキュン漫画とか流行ってるもんね。うん、ちょっとなんかね、少女漫画マジで面白いから。ね。ね。はい。じゃあね、もう。イライラなしほちゃんをちょっとねお尋ねしてみました。お尋ねイライラですね。はい、そうですね。ねえ、みんなもイライラしてるかな。してるでしょ、それ。あ、どうだろう。でも家が隣同士とかさ、そういうお友達がいるうちはちょっと遊んだりしてんのかもしれないね、お家の中で。あとさ、多分今ならゲームで繋がってるとか。そうだね、耳みたいに。あ、確かにしーちゃんそこまでゲームしないからね。リミはたまたま仲良い子がすごいゲーム好きで、2年生なのに、ね、しょっちゅうやってるんで、まだね、いいけど。だからリミは多分楽しいと思う。あ、そっか、お友達もゲームやってるとか、うん、分かるからね。あ、7分前にゲームやってた、終わったところだとか言ってるしね。うちは何にもないわけよ、友達と、うん、LINE はしてるけどそこまで やってないし、うん、さあまだ4年生ですからね。もう携帯すら持ってないお友達がたくさんいるので。いる、ね、連絡もね、なかなかね取れなかったりするしね。携帯持ってて LINE してるんだけどね、6年生からって子がいる、うん。あー、そっか、 LINE だけは6年生から。そ う, そ, う そ, うそうね、そういう家庭も多分いっぱいいっぱいあるよね、いると思う。うん、からうんね、ちょっとね。まあ、はい、じゃあちょっとね頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。うん、しょうがないよ。分かった、頑張ろう、ね、うん、頑張ろうね、うん、はい、あははは、頑張ろうね。はい、はい、え、しべでってこと。そうです。というわけで今回はお尋ねできました。私を、え私を尋ねできました。あ、ママが、ママがそう、イライラピーク、ストレスためためのしほちゃんのところにね突撃してみました。はい、はい、みんなで頑張りましょう。それではバイバーイ。